こんばんは。ファンクでーす。こないだね、豊島区のね、長崎4丁目のところの双葉飯店っていうところに訪れたのよ。ランチメニューが650円って、あ、安いと思って入ったのよ。そしたらね、なかなかレトロっててね、そしたらね、奥の方からご夫婦がね、どうぞ暖かいところでって、この時急に寒くなってね、ん？警視庁捜査一課放送4月23日、あ、なんじゃってー、え、放送で使われるの、ここマジで、あらね、食事もできて男感満載じゃん。で、あのほとんど見たことないんだけど、ナイツが出てるやつでしょ。ナイツのあの、あのぺっちゃんこの人、どうもね、このあのお店の前とかもいろいろなんかね、撮影で使われてて、で、その撮影の時に、あ、捜査一課長だって言ってね、まあ、近隣のおばちゃんとかおじちゃん盛り上がったらしいよ。わかるなワンクの地元もミーハーな人多いから撮影とかでさ、芸能人来るとものすごいもん。もうね、次の日、あいつなんか最近テレビで頑張ってんねって友達みたいに語る人いっぱいいるよ。おじちゃんとかおばちゃんで芸能人って言ってもさ、所詮人間よ。そんな中さ、ワーキャーしてもなんかしょうがないと思うんだよね。だってさ、街にまあ、繰り出してるとさ、綺麗な人なんかもうゴロゴロいるじゃん。だから、たかが芸能人だからってね、ワーキャーする気持ちはよくファンクにはわからないんだよね。まあ、地元に昔、なんかグルメ番組かなんかで、エミリー。ファンク！あーたまたまさ、地元の商店街にさ、グルメレポートで、エミリー来たの。来てんだ。ぐらいしか思ってなかったんだけど、一目ね、見ただけで恋しちゃったの。あ、やっぱり芸能界の人も気持ち多いね。エミリーね、動き綺麗だった。あ、それでですね、うわあのこのさ、捜査一課長の写真見てると斎藤由貴写ってるからさ、斎藤由貴復活すんの、多分斎藤由貴だよね。ついに録音できたのね。あの禁止期間が明けたということになるのかな。これがなんか撮影場所、長崎11商店街だっけ、あそこからちょっと入ったとこなのよ。ここら辺ね、のどかでいいね。すごくね、初めて来た時、あ、いいとこじゃんと思ったもん、静かで。商店街もいっぱいあるしね、住みやすいんじゃないかな。あ、それでね、あのラーメンの説明しろですか。ラーメン、まあ、定食、あ、それでですね、今さ、まあ、沢尻エイカとかも、あと他のいろんなさ、スキャンダラスな芸能人いるじゃん。あの、斎藤由貴にね、比べればみんな優しい方ですよ。だって、尾崎豊のあの家庭ももうね、あの、ね、不倫騒動で大変なことになっちゃったじゃん。で、ね、みんなさ、多分カイヤっているじゃん。川崎麻世のさ、奥さん。なんか変わってる人だなと思ってる人多いと思うのよ。なんか奇抜なこと言って、なんか話したりとか。叫んだりとかさ、カイヤをあんな風に変えてしまったのって実はね、最低限なのよ。川崎麻世のさ、あの不倫がバレた時に、沢尻エイカみたいな別にとかさ、あと、あの、本当に誠に申し訳ありません、もう立体いませんとかってさ、どちらかの謝罪パターンになると思ったんだけど、あのね、ぶっ飛びすぎちゃったのよ。まゆさんとは、
運命でつながってるので、どうのこうの、どうのこうので、申し訳ないとは思うんですけど、とか、そういう感じじゃない。運命でどうのこうので、どうのこうので、どうのこうので、とかって、永遠と語っててみんなさ、こいつは何を言ってんだよっていう。すごいのよ。あの時の打ち上がり。多分爪とかで残ってから見てみる、ね、コリン星がどうのとかってさ、ゆうくんが言ってたけど、この子大丈夫と思ったの、あれよくはるかに超えてるからね。うん、いや、あのね、最低級は魔女よ。男を狂わす魔女よ。それでね、最低級のすごいところ、うん、本人たちが言って言ってるんだっていいんじゃないですかっていう、そういうね、開き直る気持ちとかないですよね。自分の世界に入っちゃってるの、ね、うん、悪いという気持ちがね、まずね、ないと思うんじゃないっていうか、理解できてないんじゃないのかな。結婚という概念がよく分かってないと思う。うん、別次元に生きてる人なのよ。それでさ、一番新しいさ、まあ、やらかしたスキャンダルで、なんか、医師の人となんか不倫してて、あれ自分の自宅でさ、そのね、医師の人、おパンツ履いて、なんか頭かぶってる写真流出しちゃったじゃん。で、なんか、フルーツかなんか頬張ってて、それ多分、佐藤駅が写真撮ったと思うの。その人の後ろ、家族の写真あるからね。すごい、すんごいことになってんのよ。そういう状況で子供とかさ、旦那とかの写真、いやー、まあ、普通だったら、目につくから、写真撮れないよ。それ撮っちゃうんだもん。と、これさ、最低限スマホで撮ったやつだと思うんだけど、流出しちゃってて、どういう経緯で流出しちゃったんだろうな。あ、それで今ね、ブログ見てたんだけど、はっきりとした原因は不明でしたが、斉藤由貴の不倫を報じた、週刊文春以外にも、フライデーやフラッシュも、同じ情報を握っていたらしく、このような点を踏まえると、斉藤由貴の夫か、不倫相手の配、関係者から流出した可能性が高いと言われていた。ちなみに写真はフリー相手の PC のフォルダに保存されていたそうです。そのため斉藤由貴の夫は流出させた可能性は低く、フリー相手の PC をいじることができる身内の誰かか、もしくは外部からの不正アクセスによって流出した可能性が高いようです。ああ、そういうことね。その相手の人がちゃんとした職業もあるし、拡散されると困るじゃん。でも、いろんな週刊誌に拡散してると思うのよ、これ。だから、不正にアクセスできるような状況にパソコンを置いてて、その中に入れてたって、今、この医者はアップちゃんなんだけど、いや、それか、あとは恨みだよね。ワン君はなんか恨みねえような感じするけど。恨みます。いや、これはね、やっぱり、斉藤駅は、鋭利な刃物ですよ。関わった人みんな傷つけていく。それで、興味がなくなると、さよならって、もう全部記憶もなくなっちゃうのよ。で、またね、どっかで旅立っていく。さすがですよ。昔から思ってたもん。魔女界のトップクラスの魔女ですよ。大魔女ですよ。いやー、捜査一課長、違う感じでファンク、もし出てたらね、あの写真だと多分復活してんじゃないかなと思うんだけど、最低意見を見るためにね、もし出てきてたら、背筋凍るよ。いや、ほんと怖いよね。だってね、スケバン出たんで、もうめっちゃくちゃ好きだったの。だからさ、男の人はやられちゃうね。
すごいのがさ、佐藤家って今いくつだったっけ？55と 56？ あ、今53歳か。53でさ、めっちゃ胸元パカッていうような服着てるじゃない。53ですよ。でもね、すんごいの、サイドイズって。なってたらいいんだろう。ボインボインじゃないのよ。ブホって感じなんだよ。それはね、あと同年代の人から、すると、まあ、すごく、53歳なのお綺麗ねってなると思うのよね。本人もね、よくわかってると思うよ。じゃないとね、あんなパカっていうような開いた服とか着れないもん。まあ、声大きい女。そのまま芸能人で、斎藤由貴はトップクラスの大魔女なんじゃないかなと僕は思うかな。本当にでもね、カイアをね、あんなに狂わしちゃったな。斎藤由貴だと思う。私を物にしたいなら、もっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは、皆様のご相談をお待ちしております。ところでよく、ある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれって、どういう意味かしら。たまこんなにかにったら食べたら最後ゆうきゅうして